はい、ということでね、ゆきチャンネルの中の人、ゆきです。今回はですね、アンビシャスコインというですね、コインマジックをですね、演じていきたいと思います。今回のアンビシャスコインなんですけども、ちょっとね、最近ね、コインマジックはね、しばらくやってはいなかったんですけども、最近ですね、これコインを購入しましてですね、これでね、マジックをやっていこうかなと思っております。で、ちなみに、ハーフダラは4枚ですね。すべて2019年製と昨年できて比較的新しいというか、かなり新しいコインですね。で、イングリッシュペニーですね、どうか。これは1967年と。まあ、これも比較的新しい方なのではないでしょうか。ということでね、今回使うのはイングリッシュペニーは1枚だけと。で、ハーフダラは3枚だけ使います。OK でしょうか。ではですね、こんな形でね、ちょっとね、並べていくわけなんですけども、イングリッシュペニーの効果を引きました。で、ハーフダラーはこんな感じで上から3枚並べてある状態ですね。アンビシャスコインって言ったのは何、どういうマジックなのかということなんですけども、下にあったコインがですね、ちょっと一番上に上がってくる、いわばエレベーターカードのようなマジックだと思っていただければ結構です。簡単にもっと言うとですね、アンビシャスコインの、アンビシャスカードをですね、コインバージョンにしたのが、これ、アンビシャスコインですね。では、やっていきましょう。1枚ずつね、こう、丁寧に重ねていくわけですね。そしたら、こう、投げてあげると、なんと、効果が、下から2番目に移ってくるというわけですね。で、これをね、もう一回やってあげると、わかるんですけども、はい、上から2番目に。重ねていって、このようにして投げてあげると、ほら、下から2番目に移ってくると。これをもう一回やってあげると、はい、上から2番目に来ました。じゃあ最後ですね、最後に、今このような形なんですけども、OK ですか？で、このような形で、こうやって重ねていきますと、これで、OK ですか？これで、はい、一番上にこれでね、やってくるというわけでございますね。はい。で、一番上にやっていきます。はい、解説していきます。まぁ、ちょっとしたね、コインマジックもね、こういう風に解説していこうかなと思いますのでね、ぜひご覧いただければなと思います。まずはね、こんな感じで、コインをですね、用意していただきたいんですけども、もしね、ハーフダラとかね、イングリッシュペニーがない方はですね、10円玉、100円玉でも構いませんので、していただければなと思います。ただ10円玉と100円玉だとね、かなり小さいので、あまり凄さとしてはね、反映してしまうのではないでしょうか。でも練習するものに関してはですね、10円100円でも構いませんと思いますね。まあぜひですね、インターネットのですね、ショップなどに行きましてですね、ハーフダラスというイングリッシュペニーですね、売ってるショップありますからですね、そちらの方を検索していただければなと思います。私がおすすめするショップはフレンチドロップさんでございます。フレンチドロップさんですね、結構私も結構ショップよく使っている、マジックショップなんですね。結構私ね、フレンチドロップさんに、何回か頼んでまして、その他にですね、楽天市場では主にトランプ、そして、コインとかですね、小物類に関しては、フレンチドロップさんとかね、マジックショップ、GIM というところなんですけど、ちょっと読み方が、正しいかわからないんですけども、そちらの方で購入しております。はい、アンビシャスコインですね、並べ方はこんな感じ、下からこうどうか、イングリッシュペニー、ハーフダラ、ハーフダラ、ハーフダラですね、このような並べ方にしてください。ではですね、右手でこう1枚ずつこう重ねていくわけですね。こう重ねていった時に、まず1枚目こちらではこれ2枚目に、ね、重ねていくわけなんですけども、2枚目をスルーします。スルーして3枚目を重ねていきます。3枚目重ねて、次にイングリッシュペニーを重ねていきます。ということなんですけど、今どういう状態かというと、実はこういう状態なんですね。はい、1枚スルーしたので1枚こっちにね、来てるっていうわけですね。これを3枚ですね、こう3枚3枚あるわけなんですけども、これを3枚を4枚のようにして、あと上からこうやってね、投げてあげると、こんな感じでね、動画が下から2番目に上がってきたように見えるわけです。もう一回いきますね。1枚重ねていきます。これはスルーします。
態になりますよね。で同じようにこう重ねていくんですけども、これはスルーします。こんな感じでスルーして動画を先に撮って、で次にこう撮っていきます。そうすると今こんな感じ。そしてこれまた同じようにですね、上からこうやってね投げてあげると、ほら上からね投げていきますよっていうですね。で最後にちょっとだけ難しいのがですね、これ一番上に持ってくる方法、これはですねパームしかないですね。パームしかなくて、こう持った時にですね、こう今こうなってるんですけども、こう重ねていった時に、今ちょうどこんな感じになりますから、これフィンガーの位置に持ってきやすいですね。フィンガーパームの位置に持ってきやすいので、フィンガーパームで、この一番上のコインを処理します。処理するっていってもですね、まあ取るだけなんですけども、これでパームを行いまして、こんな感じですね。こう重ねている途中の中でこうフィンガーをやってしまいます。フィンガーやってこう一番上に上がってきますよってきてます。で、この中のカードね、非常に怪しいと思われますので、こう取りましてですね、こう取ります。で取りまして、こんな感じで付け足してあげて見せてあげると、で4枚ね付け足したのでこうやってねやるといいですね。はい、ということで、ここまでね、アンビシャスコインを、まあ、ちょっと見せてきたんですけども、おさらいとしてね、もう一回演技して終わりたいと思います。はい、イングリッシュビニーハーフダラハーフダラハーフダラ、これ4枚全て、ですね、外国製のコインを使ったマジックです。こうやってね重ねていきますと、これがね一番上にこうやってね一枚ずつこうやってね点がこうやって上がってくるわけですね。これも一回やってみると、こうやってねだんだんね上がっていきまして、で最後にこれがねイングリッシュコインですね、あの一番上にこうやって上がってくるのでございます。はい、以上です。ちょっと最後フラッシュしてしまいましたね。まあ解説の後だったんでね、まあ余計フラッシュしてしまったかもしれませんけども、まあねこうやってねマジックをしていただきね、コインマジックこれからコインマジックの方もね、動画投稿していこうかなと思いますので、そちらの方もこう見ていただければなと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もご覧ください。はい、おまけです。輪ゴムを使ったマジックです。まずはですね、輪ゴムですね、よくやるマジックで、まあ、このお客さんにね、こんな形でちょっとこう持ってもらう形にこうなるんですけども、まあこれでね、一人でやればよくなったりで、親指と小指にこうやって輪ゴムかけてあげるんですね。で、こんな感じでね、ひとまずこんな感じに、もう一つの輪ゴムを置いて、こういうふうにね、通らないことを示します。で通らないことを示すと、こうね親指も小指からのホールドも貫通してるんだけども、実は貫通していて、指輪とかありますよね。これもう一回いきますね。これね、すでに僕のチャンネルの方でもね、これ解説させていただいておりますし、まあ、いくつかのね、YouTuber チャンネルの方でも解説させていただいているんですけども、まあね、僕の動画の方でね、ちょっと分かりづらさっていうのもあったかと思うので、ですね、まあ、改めて解説ということをさせてください。まずですね、まあ、お客さんでもいいんですけど、まずこちらのね、まずは薬にこんな感じでかけます。まあ、今回は小指と小指。やりやすいように、また親指の手のひらにですね、もう一つの輪ゴムを使って、また親指と小指を使い、人差し指ですね、使って、こう、輪ゴムをこう取ってくるわけですね。取ってきて、当然ね、この間はね、貫通なんてまず起きません。無理です。で、貫通は起きないんですけども、この人差し指のね、輪ゴムをですね、こう、わかりますか、こんな形で外してます。外してですね、こう、中指と人差し指の間にこう持ってくる感じですね。で、この人差し指をですね、この親指のかかっているこの穴ですね、ここにかけてあげて、これをやりながらですね、親指のところに持っていって、貫通はしないと。で、小指のところに持っていっても貫通はしないんだけども、こう、持ち上げないですよね。そうするとね、なんと貫通してしまうんですよね。こういうマジック、ね、あるかと思います。
もう一回いきますね。こう親指にかけてからこれ。ありがとうございました。